レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた男性の横顔一般に、顔とは頭部の正面を指す、顔面とも言う。人の顔には重要な感覚器である目、耳、鼻、口などが集まっている。視覚、聴覚、嗅覚などで周囲の状況を把握し、さらに呼吸や食事という生命維持に不可欠な活動を行っている。口は発声、会話によるコミュニケーションで、 中心的な役割を果たす。また顔つきと顔の筋肉が作り出す表情は他人から見た印象を左右する。表情は感情と密接に関連しており、意図的に表情を作ることもできるが、完全にコントロールすることは難しい。表情は言葉を用いない、非言語コミュニケーションの代表である。人間の顔は肌が露出しており、主に成人男性の顔には髭が生える。 横から見た顔は横顔という、人間の頭部の正面の大部分を占めるのが顔である。下は顎の先端から上は頭髪の生え際まで、左右は耳までがほぼ顔である。子供の顔は眉毛以外に濃い毛の生えた面積がない。女性では成長してもほぼそのままであるが、男性では口の周りから顎にかけて髭が生える。ただし、 その面積は人種によっても、個人によっても大きな差がある。顔には目が左右に並んでいる。その上に眉がある。眉の上から頭髪までの間が額である。両眉の間は眉間と言い,い、眉間から下に花が出ている。鼻の下に口があり、その下が顎である。花や唇の左右を頬という。顔が形成されることによる効果は感覚器の集約である。 首を動かすことで感覚器の利用が多すくなる。人間の顔は平面的であり、両目が同一の平面に並ぶことで、両眼視によるより精密な視覚が安くなる一方、草食動物のような広い視界は失われている。顔の前面に稼働する感覚器が集まっていることと、顔面による個体の識別の副産物として、 表情などの視覚情報をより豊か化することが可能となった。人の顔の毛がなくなっているのは、猿類全体にわたる進化の傾向の延長上にあるが、眉毛の発達は人に独特である。眉毛は汗が目に入るのを防ぐ効果があると考えられているが、表情に明らかな変化をつける役割もになっている。顔には個人を特定する識別種となるなど、 社会的な役割もある。対人場面では表情によるコミュニケーション以外にも、シワや血色といった肌のテクスチャや顔の造形によって、性別や推定年齢、イメージ、精神、健康の状態といった様々な情報を伝える。頭が丸いことを、丸顔、縦長だと、重長顔や細顔など、頭の形を顔で表現する。また、 1980年代の一時期、タレントのタモリが西洋風や東南アジア風の濃い顔立ちのことをソース顔、涼しげで薄い顔立ちを醤油顔などと表現していたが、2010年代になり細分化されこの表現が復活した。発達心理学者で中央大学教授の山口まみらの研究では男性的と評価される顔は、 眉と目の間が狭く、顔の横幅に比べて、口が大きく、同向間の距離に比べて、顔の縦幅長い特徴を持つ。対して、女性的と評価される顔には、上唇が薄く、微山の位置が外側にあり、頬の面積が大きく、眉の面積が小さく、眉が下がっている特徴がある。いずれにせよ、人の美臭を評価する場合、その重要な特徴の一つは、 顔の造作であり、美男、美女、あるいは美人、美形という場合、その人物の顔について言われることが多い。また、美形な男性のことをイケメンということがある。どのような形が美しいかは、文化によって、また時代によっても異なる。例えば、日本人は、頬骨や顎骨が発達していない顔を美人とする傾向がある。その一方、頬骨が発達しにくい。 欧米人は逆に頬骨を張っている方が美人とする向きがあり、頬骨を重ね上げする整形手術の方が多い。顔の見た目は人により評価が様々だが、魅力的な顔が持つ特徴については、様々な観点で研究が行われている。顔の大きさと特徴を持った細工物面、あるいは仮面、マスクという、動物の顔の形状は様々である。サルメは、 一般的に平面な顔面を持ち、これは猿メの特徴である。原塩類では顔面が毛で覆われているが、新サル類では顔面はある程度の範囲で毛を失い、肌が露出している。人はこの無毛の傾向がより極端である。他の哺乳類では猫類がやや正面に目が配置し、顔面らしい形を作る。蝶類ではフクロウ類がこれに近い。 これらは両目視で獲物までの距離を捉える必要から発達したものと思われる。愛眼犬の一部を除いた犬類や玉、ひずめめ、きひずめめの多くは花が尖っている。また、草食動物の多くは目が離れており、より広い視界を持つ。顔を見るよう指示された人の脳内で血流の増加している部位。フメリーによる画像化。 脳内で顔の情報の処理と関わりが深いことが知られている部位として防水状態がある。防水状態は高等用の一時視覚野の全下方に位置する複足視覚路の一部を構成する脳会である。他人の顔や表情を検出できなくなったり記憶できなくなる障害として相棒失認と呼ばれる証拠がある。相棒失認になった人には顔の 各部品ののの認知がががが行えるるるにその人物が誰であるかがかわらないといととったことが起きる例えば自分や自分の家族の写真を見せられた時肌が白い、おでこが広いといったことは判断できるのにそれが誰の写真なのかわからないといったことが起きる。これは先天的な疾患としても後天的な脳の損傷によっても引き起こされる。最近のデジタルカメラでは 顔認識という機能を持つ機種も登場した。画面上から顔と判断できるパターンを探し、自動的にそれにピントを合わせるというものである。顔はその人物を代表するものとして扱われる。また、顔の表情が対人関係において重要であることから、表情や感情を指す場合もある。表情や感情の変化によって温度や色が変わることがあることから、 以下のような言葉もある。また、顔役、番組の顔、朝の顔など、ある特定の分野などを代表する人物やものを、顔と表することがある。AB 大坊2001、ピアニッシも11から17、異中の女性のタイプを確かめるのに使えるかも。ネットで話題の顔分類イラスト。ありがとうございます。